モマ誕生。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ。 2010年春MOMA誕生。設計事務所スペースファブリックの東信弘です。今日は神奈川県厚木市の、私が設計したお宅を拝見したいと思います。大きく開いた開口部から柔らかな光が差し込むリビング、丹沢の山並みを眺めながらみんなで楽しく塗り上げたウッドデッキ。今回は東が土地を選ぶところから参加し、クライアントと共に歩むことでたくさんの思いを形に変えた厚木の家を紹介します。まあ、一番最初のなんていうか取っかかりというか、最初はまだその土地を買われる前だったので、お客様の方でいろんな土地をまあ見られてたっていうか、でその中の最終的に候補の2つぐらいを私も一緒に見に行って、でここだったらこんな感じの雰囲気なんでいいんじゃないですかなんていうお話をしながら、ここのまず土地に決めたっていうのがありますね。家を建てる上でまず重要になる土地選び、東はその段階から参加し、クライアントの思いを聞き出しながら共に考えるというプロセスを大切にしていった。土地って専門的なその法律でいろんなその制限があって、それはパッと見ただけでは目には見えないですから、そういったことを一緒に解説したりですね、ここだったらこれぐらいのお家が建てれるとか、これぐらいのリビングが作れるとか、そういったことをお話しながらすると、まず土地を買う段階もいいですし、でそこで話した内容は今度次のステップのお家の実際の形になっていくときにまた生かされてくるっていうのはあると思います。全体としてはよそをそぎ取ったようなシンプルなものっていうことで、長年使ってても飽きのこないような形にしました。で、まあ、使う素材なんかもやっぱりお客様と私の設計とかみんなで一緒になって決めたっていう経緯がありまして、で外観の大部分を占める白いサイディングという材料の中に焦げ茶色 の, 木目調のサイディングを取り入れて、その2つのカラーのコントラストで外観を構成しているという感じです。で玄関で、まあ、一番こだわったことはあまりこう薄暗くならないような形にしたいなと思いまして、一つは大きなポリカーボネート製の開口部を取りました。で奥に窓があるんですけど、そこから落ちた光が玄関明るくしてくれるっていうことにこだわりました。玄関を入ってきますと、まず目の前に大きな窓があります。でこの窓は南西側に向いてまして、でその向こうには庭のウッドデッキ、そしてそのまた向こうには丹沢の山並みが望めます。で南西側の光をリビングとかダイニングで取りまして、部屋全体を明るくしようっていう構成です。でここにはそうですね、大きな飾り棚というか AV デッキとかを置くような棚がありまして、この収納は今回 の, その家作りの中で作り付けで作ったものです。
でもう一つ工夫したのはここの下の棚の部分、これちょっとだけ色が違うんですけど、この棚の部分は一般の量販店で売ってるような引き出しを買ってきて、それがぴったり収まるような寸法で作っています。普段はダイニングとして食事をするスペースで、年に何度か来客があった時にはこのテーブルを外して中央に畳を敷けば、ここが和室になります。で宿泊される方なんかいた時にはこの扉を閉めることで、ここが一つの お客さんのお部屋っていう感じで使うことを想定しています。一段リビングからダイニングの部分の畳の部分が上がっているんですけど、このところにもさっきと同じような既製品の収納を入れてまして、お子さんのおもちゃなんかを入れるような収納にしています。で一段上がるっていうことは、逆に言うとその人がこう座ったりしてリビングでテレビを、ね、見ながらくつろげるとか、そんなことも考えてます。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか、直接お電話ください。で、ダイニングから奥になるところに、キッチンを配置しました。ご夫婦で夜お酒を楽しみたいで、簡単なバーカウンターみたいなものを今回のキッチンの目の前に作りたいなんてお話もありまして、照明も少しそれに合わせた形で電球色 のカウンター面を照らすような照明にしました。一番こだわったところは動線についてなんですけど、こちらを開けると収納につながります。そしてその向こうには玄関につながってまして、キッチンにたどり着くのに玄関側から2つのルートで来ることができまして、ぐるぐる回る行き止まりのない動線ということを考えまして、家事にストレスを与えないような計画にしました。でウッドデッキではさまざまなことができると思うんですけど、もうちょっと暖かくなってきたらバーベキューやったりとか、そんな風な使い方を話しながら作りました。で実際にその工事で作る時にもみんなで一緒に塗装するっていうことをやりました。でまたこれから何年かしたら塗り替えなんかもあると思うんですが、その時にはお客様が一度経験されてるんで、もう一度メンテナンスがしやすいなんていうこともあるかもしれません。階段だけは少しだけ濃い色調にして存在感を出しているという形にしています。でまた一方で階段の上には大きなガラスの開口部が開いています。そこから入った天空光が階段を通りまして、で下 のリビングを照らすということも一つ意図しています。でこの階段にはもう一つ機能があって、ここにある飾り棚があります。でお子さんたちの例えば幼稚園で作ってきた作品とか、そういうのを展示してお家の中の小さなギャラリーみたいな形で考えています。ここは普通の部屋よりも少し天井が高くて、上にロフトを併設しています。ロフトは収納という機能と、もう一つはご主人の書斎的な意味合いのある空間になっておりまして、天井が高いということと、あとはここの一番上にあるトップライトから光が差し込みまして、ロフトの部分も光を落としているという感じになっています。
お子さんはお二人いらっしゃるので二間続けての子供部屋です。で、中央でこのような引き戸がありまして、まあ、将来的には閉めたりすることもできるような形にしています。で、先ほどのメインの寝室と同じく天井の高い空間です。で、同じ天井高を利用してベッドを設けてます。ロフトは上のトップライトから光が落ちてくるような形にしていまして、上でも十分に明るさを取り込むような形にしています。設計者が隅から隅までこれがいいですよって決めるのも一つの方法だと思いますけど、まあ、なんか今回の場合はそれよりもお客様とかあるいはSJの厚木スタジオの方とかみんなで話しながらいろんな方の意見で作り上げていったっていう側面がきっと強いと思いますね。それがまあ象徴的だったのがウッドデッキをみんなで塗装するとかそういったところもあると思うんですけど、それが何年かした時にその時の思い出みたいな感じで、あ、じゃあお子さんがちっちゃい時こんなことやったよねとか手形をつけたよねとかそんな感じで振り返るともすごいいいことだなというふうには思いました。この家には家族の手形が刻まれた記念の場所がある。それは家の完成までに歩んできた道が家族にとって大切な思い出であったことを語りかけてくる。そしてその道はそのまま未来へと続いている。この光あふれる空間でさまざまな場面や思い出が積み重なるたびに家は味わいを増し、それが家族の歴史となる。その時この手形は喜びの原風景としていつまでも刻まれ続けることだろう。建築家との家づくりとは自分に合った建築家に出会うことから始まるとアーキテクツスタジオジャパンは考えています。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。日本最大級の建築家ネットワークアーキテクツスタジオジャパン。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ。 2010年春 MoMA 誕生。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.